先ほどね、相馬くんに話したんですけど、マイナスを、フェイントマイナス式といって、普通のマイナス式はこう、でもフェイントというのは、やる素振りを見せてやんなかったりとかするわけですね。それに相馬くんが対応できるのか、どうか検証したいと思います。まあ、先ほど相馬くんにはちょっと話して、こういうネタやろうよということで話をしました。だから多少は知ってます。多少これがこうね、やったり、やんなかったりするわけですね。それに合わせて相馬くんがやる。あまりないですよ、自分の隣で中学生の子がマイナス式やるという。マイナス式連打はやったことある？あー、やったことある。おー、いいね。じゃあ一緒にやろうか。一緒にできるかどうかわかんないけど、風船もやるから、やったりやんなかった。普通の音符、それだと難しくなっちゃうから、レンタルでいいでしょ。レンタル風船、俺についてこれるから。あの、前の式は最高なんだ。最高出す、4、最低出す2。あ、まあ、なかなかいいです。僕0だ。フェイントマイナス式ワードの返し、マイナス賞と相馬くんでした。ありがとうございます。